今から48年前の今日、この広い皇居前広場には日本の敗戦を知った大勢の国民が集まり、ひざまずき泣き崩れました。しかしこの日は同時に国民が戦争の苦しみと軍の圧政から解放された日でもありました。ご覧いただいたように、当時の日本が軍部を中心にいかに正常な国際感覚を失い、現実離れした幻想を追いかけていたかということが浮かび上がってきます。そうさせたのは何より軍部の思い上がりとエゴイズムでした。そしてそれを打ち砕いて戦争を終わらせたのがソビエトの参戦や原爆といったいわゆる外圧でありまして、強い外圧がないと何事も進まないという体質は今も変わっておりません。戦後軍の支配から解放された日本はアメリカの傘の下でもっぱら経済を発展させて経済大国と言われるまでになりました。しかし東西の冷戦構造が終わりを告げて、スカイの政治経済の流れが大きく変わるにつれて、日本に対しては期待と同時に不満や風当たりも強くなってきております。その不満あるいは不信の根っこのところには、日本があの戦争で犯した過ちを戦後十分に反省せず清算しないまま経済力だけを肥大化させてきたという思いが深くあるように思います。日本がアジアに対して太平洋戦争の償いを自らの手で積極的に行う姿勢がなければ、これからもアジアの人々から信頼を得られる保証はありません。しかしながら今の日本の中にかつてと似たような大国意識の思い上がりとかエゴイズムが再び頭をもたげてはいないでしょうか。このシリーズの取材の間、私はアジアの人たちから日本人は昔も今も変わっていないのではないかという声を何度となく聞きました。戦後50年近く経って、そうした声に日本および私たち日本人が改めてどう応えて世界との共存を図っていくのか、その重い課題に応える時期が来ているように思います。太平洋戦争における日本人の死者およそ280万人。日本が戦火を広げたアジアの国々ではその数1500万人をはるかに超えると言われている。